さあ続いては耳寄りのコーナーです、はい、このコーナーでは皆さんの毎日の生活に役立つ情報をお伝えしていきます。さあ今週はですね、宮崎元気プロジェクト日向市ウィークですが、すず、うん、さん、日向には行かれたことありますか？子どもの時に一度だけありますね。なるほど。その時は何をしたか覚えてらっしゃいますか？いやもうちっちゃすぎてあんまり覚えてない、うん、ですよね。そうですよね。いや日向本当に魅力的な場所ですので、ぜひねまた行かれてほしいなというふうに思いますが、はい、この26市町村宮崎元気プロジェクトもこの日向市が、渕上さん、とうとう最後となってしまったんですよ、ね、2年4ヶ月続いてきましたけれども、はい、最後と聞くとちょっと寂しさがありますね。ありがとうございます、ね、ただその日向がですね、この最後を飾るのにふさわしいということで、さあその日向といえばこちらですよね。何ヘベスです。すずさん、ヘベスは食べられたことはありますか？食べたことないです。ヘベスないですか？美味しい柑橘系なんですよ。ヘベス。ですから、いいリアクションですね。最高のリアクションですね。ということですので、じゃあすずさんと一緒に皆さんこのヘベスについて勉強していきましょう。ということで、与次郎くんお願いします。さてさて、スタジオのみんな、テレビの前のみんなはどこまで知ってるかな？ヘベスは香りを楽しむことができる香酸柑橘類の一種。柚子やカボス、すだちの仲間。名前の由来は第一発見者のヘビーさんからゆじよ。ヘビスの特徴は皮が薄く、切った瞬間ふわっと広がる爽やかな香り。そして、あ、見てこの果汁の多さ。これでもかーって絞れるゆじよ。ヘベスの果汁にはクエン酸やビタミン C がたっぷり含まれており、ビタミン類を補うのにぴったりよじ。そこで今回はヘベスを使ったおにぎりに挑戦だ。スタジオのみんな、あとはよろしくよじ。さあ、戦いのゴングが今鳴りました。今からですね、こちらでヘベスおにぎりを作っていきたいと思います。用意するのはですね、まずご飯がお茶碗1杯 160g ですね。そして他の材料はですね、すべて小さじです。それではリングインしていきますよ。いきますよ。赤コーナー、まずはヘベス小さじ1。ヘベスの皮、ヘベスの皮ですね。ヘベスの皮、小さじ1、はい、みじん切りしてあります。そしてですね、はい、薄口醤油小さじ1、はい、プロレス風にいきますからね。続いてヘベス果汁、はい、小さじ1をこう回しながら、はい、回しながら果汁、はいはいはい、そんな感じ。すごい、入れたことない。いい匂い、はい、いい感じです。続いていりごま小さじ1。おりゃさすが豪快ですね、すずさん。さあお次はですね、はい、鰹節1パック。はい、これを入れましょうか。いや入れました。はい、注目していただきたいのが香りです。どうですか？あ、してるしてる、ね、あ、いいですね。どうですか、すずさん？いい匂いですよね、すずさん。はい、この香りというのも一つポイントです。で、そこにそうですね、ご飯を混ぜていきます。もう早く食べたいから先に混ぜちゃって、ね、普段お料理はされるんですか？実はちょっとするんですよ。そうなんですか？何も作れるんですか？肉じゃがとか作りますよ。いいですね。すずさんも肉じゃが食べたい。混ぜてたらさらに香りが立ちますね。いい香り、いい、いよいよ食べてみたいです。くれないの肉じゃが、ね、はい、さあそんなところでいい感じになってきたんじゃないでしょうか。はい、うん、では今度はその混ぜたご飯を使っておにぎり作っていきましょうか。はい、はい、いいですか？もう早速ではもう、はい、そのまんま握ってください。すずさん、はい、おにぎりだと何個ぐらい食べられますか？おにぎり100個はいけます、ね。予想を上回ってきました。10個くらいって答えてくださるのかなと思って100個超えてきますね。さすがです。やっぱり食事は大事ですか？やっぱもう食事がもうトレーニングなんで、うん、はい、はい、あ、そっか、あ、そうですね、食トレですね、食トレなんで。お米が大好きって言ってましたもんね。はい、できました。できましたか？はい、これでどん、はい、できましたね。こちらがヘベスおにぎりです。わー、美味しそう。美味しそうですね。
ではこれをですね、あ、お、はい、ちょっと待ってくださいよ、この後ですよ。今完成したんですが、はい、ちょっとですね、注目していただきたいのがですね、見てもらいたいんです、すずさんの握ったおにぎり、すずさんがおにぎりを握ってくださいました、はい、さすがです。やっぱりね、女子プロレスラーのおにぎりというのはこういう感じなんだという、はい、カメラマンさん、これご覧いただけますか。サイズが大きい、おにぎりですよ。おむすびをね、イメージしてたんですが、じゃあそちら召し上がってください。はい、食べましょう。いただきます。いただきます。おいしそう。おいしそう。はい、どうでしょうか。おいしいですか。あ、行きました。うまーい。どんな感じですか。香りがすごい。ね、そうなんですよ。いい香り、爽やかですよね。そしてですね、おにぎりの他に番組ではこちらも作りました、お吸い物です。はい、嬉しい。ただですね、これは普通の鰹節のだしのお吸い物です。すずさん、お吸い物すすって。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。どうぞ。お吸い物ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、いい、落ち着きますよね、お吸い物。あ、ね、柔らかい心になります。もともと柔らかいんですが、じゃあここにヘベスを絞ってください。少しだけ。少しだけでいい。はい、ちょっと、あ、いっぱい入れちゃった。もう香りがいい。もういい感じ、ね、ちょっとすっきりと爽やかな、ちょっと高級料亭来た気持ちになる。そうですよね。あ、いい表情だ、すずさん、ずっと見ていられる。あの、ちょっと爽やかさを出したいなという時にヘベスは便利ですので、皆さんもぜひ活用してみてください、はい、ではここでですね、ヒューガシュウィークのお知らせです。各番組で発表されるキーワードを集めますと、このようにヒューガ市の特産品が当たります。で、この四時時、今日の放送でのキーワードを発表します。キーワードはこちらです。ヘベス、ヘベスです。こちらを書いて UMK アプリから応募してください。そしてですね、今日の放送の見逃し配信というのは UMK の公式 YouTube で配信しますので、そちらもぜひご覧ください。ここまで耳寄りでした。